8月6日、中原文化センターで夏休み恒例の行事、仲良し会が開かれ、参加した子どもたちは地域の人との交流を楽しみました。この仲良し会は、子どもたちに地域の人との親睦を深め、協調性や自主性を養ってもらおうと、平成13年度から毎年夏休みに行われています。仲良し会では、5日間の日程で勉強や遊びなど、さまざまな催しが予定されていて、これまでに盲導犬体験や流しそうめんなどが行われました。4日目となる6日には中原小学校の児童104人が参加し、学年ごとに分かれて作品作りや調理実習を楽しみました。1年生は紙粘土を使った鉛筆立て、 2,3 年生は遠心力や風の力を使ったおもちゃ、4年生は焼きごてで模様を描いたオリジナルの橋、5年生は嬉野地域でも発見された土偶、6年生は調理実習としてハンバーガーを作りました。子どもたちは地域の人に作り方のコツや道具の使い方を教わりながら作品作りに励んでいました。鉛筆立てとマグネットと幽霊とボールとこのカラフルボールです。くっつけるとこがちょっと難しかったです。家でできないことができたのでよかったです。いろんなものも道具も知れたし、こうやって作るんだなって学べたので、そこが良かったと思います。お母さんとか難しいものを作っているんだと思いました。楽しいことや学べることができるのでいいと思います。できたよ。最終日の23日には DVD の上映会のほか、縁日としてストラックアウトや水風船釣りなどが予定されています。